こんにちは、まゆです。えっ、ー、と、いつもありがとうございます。あの、コメントとかね、えっ、ー、と、高評価も、あの、チャンネル登録もいつもありがとうございます。めっちゃ嬉しくて、いつも、あの、拝見してたり、楽しんで、えー、返信させてもらってるんですけど、今日は、あの、ネガティブの本質と、まあ、その付き合い方というか、あの、お付き合いの仕方みたいな。 もうそのなんか擬人化してる感じですけどね。ただそれ理由が、えっ、ー、と、昨日直近であの個人セッションというか、まあ、クライアントさんと、えー、お話しするときに、まあ、このネガティブポジティブの話をして、で、あこれは一般化して伝えるやつっていうふうになんかパッて降ってきて、今お話しさせてもらおうかなと思いました。えっ、ー、と、ポジティブとネガティブな話なんですけど、あの、えっ、ー、と、昨日の例で言うと、 そのね、すごく自己成長というか自己需要とかをすごく、ね、ずっとされてきたクライアントさんで、あのーまあ、そういう方これ、ね、ご覧いただいている方で結構いらっしゃると思います。あのー、ご自身の内面に、ね、内省向き合われて結構いい感じにポジティブ思考に慣れてきたぞとかこうむむって思うことが、ね、あってもやっとしたりしてもなんかうまいこと切り抜けられてきてるぞって思われているそんなタイミングの方だったんですよ、昨日の方も。で ただ、えー、とどうしてもおかしいぞとなんか様子が違うみたいなそのまだなんか溜まってる何かがあるとかえっ、ー、と溢れ出ちゃったんですってでそれこう溜まっていた何かねモヤモヤとかが溢れ出たタイミングがあってそのタイミングを見た時にあれまだ自分でね何か。 ネガティブに左右されていたのかとか、何かネガティブな部分を抑えていたのかなとか、えー、思われたみたいな、まあ、状況だったんですよね。で、えー、っと、その時に一番気になった、えーまあ、その方の,あのフレーズみたいなのが、あの、ちょっともやっとして、なんかこう、気になるというか、な何にその言い方とかあの感じられる人が現れると。で、その、 そういう人が現れても、まあえー、この人はこの人の、えーまあ、価値観がある、私とは違うけどあるっていうふうに、まあえっと、言い返さないけどその、口では言い返さないけど自分の中で納得しているみたいな風にお話しされてた時だったんですよね。で、言い返すっていう表現が出てる時点で、まあ、かなり強く反応している状態なんですよねその。で、お伝えしたのはやっぱり、 えー、そもそも、えー、ご自身に心当たりがなければもしくはその痛いところ突かれるような嫌な面を他人にねいわゆる現実世界の他人から見せられないえ見せられる時に何かそこに反応するイラッとしたりとか えっともやっとしたりとか、んって思ったりね、んってこう気になるみたいな、それは反応してる時点で、ご自身の中にそういう部分が、まあ、リンクしてる状態なだけなので、えーっとまあ、それをただのサインとしてね、取る。でその、そもそもそういうことに自分が、えー、っとじょ良い状態でね、 心地よい状態でい,れいられていれば、どういう価値観を持った人がパッて現れても、何を押し付けられても、何も反応しないんですよ。ええー、面白いみたいな。なんか、うーんー、みたいな。もうなんか、えぇ、ー、で、何もこう、なんかざわざわしないし、こう、なんか普通にね、ああ、面白いな、そういう人いるんだな、っまるって終わりなんですよね。だけど、むむってなって、うちょっと、ちょっと我慢して、うーんー、みたいなね、うーんー、 あなたはあなたは私は私みたいな感じでこう必死に線を引くみたいなねなんか感じになってるう時はやっぱりそれはまあ中にね答えがあるというかでえっとあの本質というか今回のね本題の部分はネガティブの本質なんですけどネガティブって否定したくなりますよねネガティブを否定すると それもネガティブなんですよね。それを、あのー、見落としがちというか、そこにドツボにはまることってめっちゃあるんですよね。私も超はまったんですよ。<laughs> なんか、それこそ一時期ね、えっと、危険なポジティブ思考って言われた時期もあったのかなと思います。なんかそういう、なんか、あのー、論争みたいなのがあった部分があって。 ポジティブでいることは確かに何かこう心地よくね人生を過ごしていく上でとてもあの価値のある思考なんですけどネガティブの本質っていい悪いの悪いじゃないんですよねネガティブイコール悪いじゃなくてネガティブイコール本質はその分離ただ分離してるだけただ帰離させてるだけただ排除しているだけその排除するもの分離させるものを えー、孤立させるもの、えー、引き離すもの、全部この離れるっていう字がね、ついてくるやつ。なんかその感じが、ただの,そのネガティブって言われるものの本質なだけなんですよね。ネガティブイコール、えー、と悪とか、えー、なんか悪いもの、害のあるものみたいな感じで、その、こう、あっち行けあっち行けとこう、押し込めるとか、あの臭いものを蓋するとか、そういうことをするための、 えっと、本質を持っているわけではなくて、これは分離させてるんだよ。これは排除してるんだよ。これは切り離してる。引き離してるん、えー、だよって。孤立させてるんだよっていうのを言ってるだけなんですよね、ネガティブって。で、逆のポジティブって何かっていうと、えっと、ポジティブイコールいい、ハッピーっていうわけではなくて、ポジティブイコール包括なんですよね。包括。もう、含んじゃう。包んじゃうっていう。 なので、そういう本質を理解したときに、えっ、ー、と、両方あることが大事っていうのが分かると思うんですね。ね。その、ネガティブがただただ排除すること、えー、分離させること、引き離すことっていうのが、性格というか、その本質というかね、あの、まあ、えっ、ー、と、仕組みというかね。だからそのネガティブを、ネガティブなんてあっちゃダメだ。否定。ネガティブは、えっ、ー、と、もっと、 持,持たない方がいい。ネガティブを持っていると、それは、えっと、消した方がいい。その否定っていうのは、完全にこのアクションはネガティブなんですよね。なぜかっていうと、ポジティブは、ネガティブを否定すると、プルってポジティブになるんじゃなくて、ネガティブもあってよしってするのがポジティブなんですよね。その、えっと、包括する。ネガティブも存在していいよって。ネガティブもここにいていいよって。 なぜなら自分はその包括できるから。なぜならそこに、えっと、反応してそれを押し合ったりとか、押し込めたりとか、このってググってやったりする、こっから出すみたいなね。その、それをした時点でこれをもうポジティブではなくて、もう排除してる時点でこれもネガティブになっちゃうんですね。一緒の、一緒のネガティブ、ネガティブチームなわけですよ、それが。なので、えっと、ネガティブも、 えー、いてよしってするのがポジティブなだけであって、どっちもいい悪いがなくて、えー、とバランスの取れている状態、ゼロポイントに至れる状態っていうのが、両方その、ネガティブもありとする、ネガティブも存在許してあげる、ネガティブな感情、ネガティブな例えば思考、発言、全部、自分が、ね、人間として出てくるあの、うわ、なんだあれ、腹立つとかね、うわ、なにそれあの、ありえないとかね。 そんこんな自分は価値がないんだって思った自分とかそういうのはありなんですよ。なんかそのえっとそんな自分を無視しようとしたりそんな風に感じる自分はダメそんな風に、えー、言う自分はなし否定すると。 それをしている自分もお見事にネガティブコースに入っているわけですよね。それがネガティブのめちゃくちゃ強みであって、ネガティブのお仕事って、ネガティブのミッションっていうのは、とにかくとにかく引き離すことなんですよね。とにかく君は一人。とにかく自分はそんな、あの、人と、人、なんかね、人、えっと、なんだっけ、つながってるとかないから。自分一人だから。一人きりだから。とか、えっと、他とは、えっと、離れていて、寂しい。 他と,はえっと、他とは一緒になれないっていうのがネガティブなので、どんどんネガティブな仕事はあ,、えっと、あ,なあなたをネガティブにすること、ポジティブの仕事はあなたをポジティブにすることなので、えっと その仕事をこなしてるだけのネガティブに、いちいちこう、なんだろうな、あの、この野郎、この野郎ってやってそ、そんなお前はなしだってやってると、お見事にネガティブに染まってるわけですよね。<laughs> ネガティブに真面目に対応すればするほど、あの、ネガティブにどんどん餌をやっていて、ネガティブにどんどんエネルギー与えていて、どん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 大きくなれってやってることになっちゃうんですよね。一緒に否定して、 無視して、えーっと、孤立させて、分離させてっていうことをネガティブにすればするほどネガティブな思うつぼっていう、ね、へ、ええ、へへみたいな、<laughs> その通りみたいな、それこそあの私のミッションがね、どんどんあの何実績になっていくよみたいなね、まあ、どこに評価されるか分かんないですけど。で そこに、まあ、いい悪いはないので、あっちゃーってネガティブ言っちゃったよって思ったら、ね、そんな私もいいよねって言った瞬間にポジティブなんですよね、それってね。ブワって包む。それが愛になったり、えっと、まあ、いわゆる無条件の愛っていうね、やつがあのポジティブの、まあ、代表格ですけど、その感覚になった瞬間に初めてポジティブの、えー、チームになるというか、ネガティブを ネガティブな自分、うわっ、これめっちゃネガティブやんとか、えっと、まあ、この、そのね、そのクライアントさんの場合で言うと、すごいその態度ね、なんかこう、自分をこう圧迫してくるような、なんか威圧的な態度の人がよく現れると。これどういうことみたいな感じだったんですよね。で、えっと、それは、 まあ、最終的な答えっていうのはもちろんご自身もあの把握されてましたけど、えっと、ご自身がご自身の中に威圧的な部分を持っていないとその現実って訪れないわけでどこにそれがあるのかっていうとそのねちょっとそういう人が現れてむむってなりますよねむむってなってなんでこの人こんなこと言ってくんのかなもやみたいなでももやっとする自分はポジティブになってるはずの自分にはあっちゃいけない ポジティブな自分になってこれた幸せを感じて感じられているのになぜこんな感情が湧くんだろうなぜこんな感情が起こってしまうんだろうそれってポジティブじゃないそれって幸せじゃないそんなその私がね幸せな日々を見つけられるようになってえー、っとし自分の幸せを築けるようになってそういうものが現れてくるとなしにしたい な,なんでそういうことが言われなんでそんなこと言われなきゃいけないんだろうとかなんでそういうこと,、えー、とそういう態度で来るんだろうみたいなでモヤっとしたモヤっとしたけどまあとりあえずうん <laughs> みたいなモヤモヤってしながら <laughs> そうですよねそういうね考え方もありますよねで相手を、えー、と認めなきゃいけないっていう思いとその もやっとした自分をちょっと聞こえないふりしたみたいなね。その聞こえないふりしてるご自身が、えいわゆる、いや、ポジティブってそういう感情を持っちゃいけなくないっていう態度が、ご自身の中に存在してたってことですよね。そだからこそそれを教えるために、そういう人が現実に現れて、 なんでこうな、なんでこういうこと言ってくるんだろうっていう、こうもや感を与えるっていうだけなので、その、ポジティブでいることは、ネガティブがあっちゃいけないっていう、どこか思い込みがあって、決めつけがあってね。それは逆なんですよ。ポジティブは、ネガティブも、よしとできるからポジティブなのであって、ネガティブを見つけた瞬間に掃除するみたいな、排除するみたいな。はい、ダメ、はい、ダメ、それ。ネガティブダメ、みたいな。 であ、また落ちてる私、そんな私、マジでポジティブじゃない、本当にダメだって思った瞬間に、それはネガティブコースに、えー、お見事に入るっていうね、ものすごい私もそれやったので、びっくりだったんですよ、その衝撃、その、えっと、自分のね、意識が拡張していく、自分の、えっと、幸せをどんどん感じられていくほん、本来の波動に戻ったり、本来のご自身の価値を思い出したりすると、すればするほどネガティブってめっちゃ見えるんですよ。 びっくりじゃないですか。ネガティブは消えていくと思ってたのに、えっと、ネガティブから解放されてポジティブにいくと思うじゃないですか。普通。自分がね、いわゆるその、えっと、次元上昇だの、えー、スピリチュアル的に精神成長するだの、えー、自分の幸せね、本来の幸せを見つけるだのって言ったら、なんか、ネガティブフリーの世界かなと思うじゃないですか。なんと違うんかいっていう。何が起こるかっていうと、 自分の拡張、意識の拡張が起これば起こるほど、ネガティブも認識できるようになるんですよね。すごい意識が広がるから。でもそれは、ここがミソで、ネガティブが見えるイコールネガティブを体験するじゃないんですよね。そこは、あの、イコールにあの、これが入るやつ。イコール、イコールの日本線にこれが入るやつ。えこっち <laughs> こっちですかで、それをいかにありとできるかが、その、 えとまあ、たどり着くところみたいなね。なんかそこは、うわー、なんですか、そのトンチみたいな、そのね、なんか逆説でもあり、あのーまあね、宇宙、基本的に逆説的なんですよねその。死ぬのが怖いって思ってれば思うほど、死にかけた、えー、何体験をするとかね。お金を失うのが怖いって思ってたらお金を失うとか、それでもお金を失ってもいい。お金がたくさんあってもいい。 っていう両方が見えたときに初めてゼロポイントがあって、じゃあ何を選べるか。本当に欲しいもの、本当に必要な、本当に望むものは何かっていうと、これぐらい。こっちもいいし、こっちもいい。でも、じゃあ私はこっちを選ぶっていうところまで来ると、いわゆるニュートラルなね、ゼロポイントに至るというかね。そうすると、ポジティブとネガティブも同じで、 ネガティブとポジティブの,その両方の本質を知った上でどっちがいいどっちが悪いだから悪は全部撲滅みたいなねなんかそういうもう叩き潰して終わりではなくてそういう考えもあっていいそういうあのマイナスなネガティブな反応感情思考考え方思い込み全部そういうことをそういう部分がねあってもいいそれも含めて私って思えた時点でここに影響されなくなるんですよね。 存在を許してあげることでそんな自分でもいいって思えた瞬間にその次からそこに左右されるそこに反応する自分はいなくなるわけですよだってもう包括しちゃったから光にしちゃうから自分のっていうねもうこれはどんなトンチですかと思いましたよ最初だから今回そのレアさんもお話しされてたようにあのあのなんだろうなはってなるんですよねえ そこでこう、なしにしようとしちゃってましたみたいなその、えーっと。自分がポジティブに慣れてきたから、ネガティブな自分はダメって思ってたみたいな。あ、あるはずないみたいな、ねで。その時点で分離してるので、分離させた時点でネガティブ発動みたいな、ね、感じ。なので、それはあれおかしいんじゃないかってことで、現実世界にそれを思わせる人たちが現れるみたいな、ね、感じ。 のお話でした。なので、あのまあ、そのことをちょっと思い出しながら、あのうわ、そうだったなっていうのと、なんか今回こういうお話をシェアさせてもらうっていうことが降ってきたのでお話ししました。なんか、えっと、皆さんのね、そのネガティブの対応法というかつ、お付き合いの仕方みたいなね、えっと、例えばネガティブな感情が湧いたら、寝るとね。 一緒に寝るみたいな、そのネガティブな感情を抱きしめて <laughs> っていう方もいらっしゃるかもしれないし、ネガティブが出てきたら、えー、とど,うどうされてますかね、皆さん。私の場合は、あのとことん付き合いますその。ネガティブ出たなって言ったら、ん今何か言ったみたいな。今なんか、なんかパッて出たよねみたいな。で、えーと、できる限りその場で、出た瞬間に、えーとね、書きだあのスマホの Gmail の下書きにつも書くんですけど、えっと、感じたなネガティブな感情を、とにかくもうそのまま出すみたいな。で、出た瞬間にそれをこうケアできる自分が出てくるんですよね、そのネガティブ出した瞬間に、こっちの外に出した瞬間に、そうだよね、そう思ってたんだよねっていう、そう思ってた自分はよし、みたいな感じにすると落ち着く。 でそうすると自分の中でこう出してあげてケアしてあげるってことができればわざわざ現実世界に例えば自分が、えー、っとものすごい嫌だなって思った感情を、えー、そのままにしておいた時にその嫌だなって思うほど自分にしてくる人が出るわけですよね。それをあのそれは不要になるのでとっても生きやすいご自身の、えーっとえー、一緒に過ごしたい人。 過ごしたい時に過ごしたい人と過ごしたいだけ一緒にいられるとかね。なんかそんな、えっ、ー、と、居心地のいい職場とか、居心地のいいお金の稼ぎ方とか、かそういうところに至るんじゃないかなと思います。ずっとネガティブにより気づきやすくなるし、あの、わ、この人こんなこと言ってるみたいなね。でも、そこに反応し、あの、まあちょっと前半でもお伝えしたんですけど、反応しなくなるんですよね。自分に忙しいから。自分の、 あの自分をこう愛すること、自分を大事にすることにやっぱり意識がいってるとあの、その人、その人であり、その出来事であり、まあ、ニュースでもそうですけど、あの反応するっていう必要がなくなってくるんですよね。へなるほど。で、気になるのであれば、それは何か意味があって、どこに、どこの、自分のどこにリンクしてるのかな、部分。 を探す糸口として、わあ、ありがとう、助かった、こんな部分があったんだ、私、みたいなね。私、また新しい自分が分かりました、イエーイ、ありがとうって言って、ほね包括みたいなのができるっていう感じですね。なので、その、まあ、今回の、えっと、ケースも、えー、ご自身がもうそうやって気づけたので、こうやってね、私に話すことで、ご自身の声を一番聞いてるご自身があれってなるわけですよね。あれってことは、 私もこうしてたってことみたいな。あ、なんだ、それ結構なしにしてた。なんかそれを否定してたかもしれない,みたいな。そしたら、もうちょっと自分の声聞いてみようと思います。みたいなね、感じで。そう、それが一番なんですね。ご自身が生きてる世界を一番変えるのはご自身なので、そこができるっていうのは、すごく、あの、こちらとしても嬉しかったですしね。そういうふうに、あの、そういう流れになったっていうのがね。 はいまあ、そんな感じで、ネガティブイコール、えー、悪いじゃなくて、ネガティブイコール分離させてるだけ、乖離分離、えー、引き離してる状態っていうだけだったっていう話と、えー、ネガティブが出てきたら、えー、お付き合いの仕方としては、なんだネガティブじゃん、こんにちは。<laughs> どうもっていうね。どうぞって、いらっしゃいって、こっちに、こっちにおいでって言うと、その分離でできてるネガティブだから、 あのあの分離されない時点で結構ポジティブに使っちゃうみたいなね <laughs> 感じなのでなんかすごいきれいな思い出の写真のポートレートがこう壁にかかってるみたいな感じになりますね感覚的に。あのねこの何でしょう。 もう光にしちゃうもんだから、ご自身のこポ、こうなんか、あ、いいよって、入ってきていいよって言った時存在していいんだよって、そんな思いもしちゃうよね、わかるとか、そんな風に反応しちゃうよね、わかる、そんなこともあるよね、わかるみたいなことをやってあげた時点で、あっ、うん、って言って、こう、<laughs> こうポジティブゾーンに入ってきて、こう、何てうんですか、もうイエーイみたいな感じで、こんなネガティブがいました、みたいな。 こう記念の一枚でこうポートレートで飾られるみたいな。でも存在していいわけですよ。こうこう黒塗りにしなくてもいいし、あのそれやった時点で結構、ぶわって大きくなってまた帰ってきたりしますからね。だから、なんか、すごい可愛い状態で、愛される状態、愛されてる状態の、なんか、イエーイみたいな感じで、ポートレートみたいなね、記念でこう、あなたを作る、えー、大事な、ね、光の一部として。 一緒に連れてってあげるみたいな感じが、えー、すごく私の中ではしっくりしています。なので、こんな感覚がお役に立てたら嬉しいですし、あの皆さんのね、えー、お付き合い、えー、ネタみたいな、こんな風に付き合ってきましたとか、えー、こんな時はこんなことしてましたとかがあったら、ぜひぜひコミュニケーション取ってもらえると楽しいなと思います。はい。 バーって喋っちゃいましたけど、いつもあ,のありがとうございます。何か、えっ、ー、と、結構ね、お問い合わせもいただくように、YouTube 通じてもね、あのお問い合わせいただいたり、個人セッションのね、お話とか、えー、あるので、またそんなことも含めて、えっ、ー、と、例えばお、なんだろうな、あの質問とか疑問とかもあったら、ぜひ、あと、こうね、シェアね、体験、体験とか、 えー、ネタのシェア。もうネタですよね。過去の私も生まれ変わりの前の自分ってもうネタにできるぐらい、えー、になってきましたけど、ね、ありがたいことに。はい。では、こんな感じで何かのお役に立てたら嬉しいなと思います。チャンネル登録の方、まだ。ん違う。まだの方。<laughs> よかったらしてみてください。ありがとうございます。では、また必要だなと思った時に、えー、必要なメッセージが届くと嬉しいなと思います。その時まで。 ありがとうございます。では、では。